ルタスのゆるふわゼミ。今回はその第179回です。はい。この動画の内容は毎回一人一冊の書籍を紹介し、それを残りのメンバーと議論し、知恵を深めるというタイプの活動です。この動画は音声ですけれども、SNS に入ると、参加者のマスクをつけた画像が見られます。この動画の下にある URL をクリックして、ぜひ SNS に参加してみてください。では、上杖さん、お名前、ああ、まあ、いいや、上杖さんお名前を。あ、上杖です。じゃあ、エイプリルさん、お願いします。お名前今日を。発表したエイプリルです。はい、エイプリルです。では、お願いします。はい。今日の本は、限りある時間の使い方という本です。著者はオリバー・バークマンさんです。で、オリバー・バークマンさんの説明としては、イギリスの全国紙、ガーディアンの記者として外国人記者クラブの若手ジャーナリスト賞などを受賞した経営のライター。著書、現代ポジティブ思考を盲信するあなたの脳へが世界各国で話題を呼んだ。ガーディアン紙で心理学に関する人気コラムを毎週執筆中。ニューヨークタイムズやウォールストリートジャーナルといったアメリカの有名紙、雑誌サイコロジーズやニューフィロソファーにも記事を寄せている。ニューヨーク在住。とのことです。ライターってこと？そうですサね。イエンスライターみたいな？コラムニストですね。メロンさんとみどりさんが来ましたね。メロンさん、こんばんは。まあ、後でいいか。ちなみにこの本って、限りある時間の使い方って何年に発行されたものですか？出版されたものですか？最近で、なんかアマゾンですごいランキングが高かったんです。ちょっと2022年6月22日です。へえ、この本を選んだ理由は？なんかアマゾンで、ビジネスカテゴリーでランキングが高いやつを見てたら上にありました。で、まあ、ちょっと今の私も忙しいなと思ってるので、興味関心に一致したので選びました。この本は何点ですか？ 100 点満点中。でもなんか、ちょっと期待した方向性ではなかったってところで60点ですかなね。るほどね。はい。じゃあ、ここで、みどりさん、こんばんは。みどりさん？メロンさん？メロンさん？こんばんは。はい。はい、います。じゃあ、後でみどりさんは声が出るときに出してもらうとして、じゃあ、先にお願いします。仕切りを。エイプリルさん。まあ、もうキャッチコピーがついてる、長いキャッチコピーを要約したのが今映ってるやつなんですけど、人生はたった4000週間、限られた時間をどう過ごすか、すべてのことを終わらせるという強迫観念を捨て、自分の有限性を受け入れた上で、そこから有意義な人生を築く方法を紹介するとなってます。で、なんか私が求める方向性と違うと言ったのは、なんか私はこう、なんですかね、限りある時間を使うためのノウハウとか、なんか仕事術整理法みたいな、そういう感じかなと思ってたら、まあ、斜め読みですが、なんか結出構あなたた。の力抜こうよみたいな感じの、なる内ほど容ね。だったんで、まあ、なんか一歩立ち止まって、なんか肩の力抜いて、そんなに追われるのはやめようみたいな感じのメッセージを受け取り、ちょっと違うの私が求めてたのとは思ったんですけどういうど、ものを求めたんですか？こう、どういう先順位をつけて、
早起きはしたくないんですけど、起きる時間と寝る時間を変えずに、うん、どう時間を使うかみたいな、実用的な部分をちょっと期待してました。でもそういう本っていっぱい出てますよね、すでにね。そうですね。まあ、かつなんか概念を変えてくれるみたいな。はい、ベストセラーになってるってことで、新しい技を期待したんですけど、うん、なるほどね。なんか、結構、気の持ち方、考え方みたいな。なんでこれが、ランキングの上の方にあるんでしょうね。まあ、でも結構わかんないですね。あのレビューも、いいのが多すぎて、なんか全部桜なのかなってちょっと思うんですが、あでも、読んだ人たちは結構それで満足してる感じでした。うん、はい、じゃあ60点の話を聞きますか。はい。え、でも実際読んだら80点の可能性もあるので、皆さん。ああ、人によってはね。うんうん、そうですね。はい。まあ、で、まず、現実を直視するところで、まあ、この著者が言ってるのは、まあ、そもそも人生って80歳まで生きるとして4000週間しかないですよっていう、うん、で中で生産性を上げるっていう発想が、まあ、今のノウハウ本とか含めて多いと思うんですけど、うん、なんかその発想自体が間違ってると。なぜなら生産性を上げるとさらに仕事とかやるべきことが降ってきて、なんかいつまでもいつまでも追われるっていう状況が、まあ、変わらないからっていうのを言ってます。はい、なので、はい、本書はタイムマネジメントの本ではなくて、まあ、時間をできるだけ有効に使うための本ですと。うん、で、出ますね、はい。っていうのが、まあ、この著者のスタンスです。はい。はい、で、で結構私はもう、ノウハウ知りたいんで、うん、こう本の本当に最後の1割に書いてある出たノウハウがあるんです。あるね。ああ、つまりそのエッセンスだけをもうピックアップしてくれたってことね。そうで、あでもこれはあれですよ。これは目次で、はい、最後の最後に出てくるやつがあって、はい、ちょっとそれをもう見ていいんですか？抽出しようとしたんですけど、はい、この。はい、これちょっとすみません、書けなかったっていうのと、プラスこの有限性を受け入れるための10のツールっていうのを紹介したいなと思ってます。なるほど。はい。ただそれってなんか、この本の本当に最後の1割に書いてあることで、なんかこの10のツールも付録って感じなので、はい、結構著者はずっとこういう生産性に追い立てられる生き方どうなのみたいな感じで言ってて、日本の禅の話とかも出てて、はい、なんかそういう時間をうまく使うという脅迫観念から逃れようみたいな話とかを、はい、いろんな、そうですね、なんか本当にエッセイ風にずっと書いてる感じがありますね。はい、なんか昔僕が読んだタイムクエストって本があって、TQ っていう、はい、その本が似たような本、はい、概念ですよね。どんなにその生産性を上げてもただ置いてあられる日々を送るだけなので、それはやめようっていう考えって、はい、TQ っていう本でもかなり昔に15年ぐらい前に出てると思いますけども、はい、それとどう違うのかなっていうのはちょっと興味ありますね。そう、そうなんですねしか言わない。考え方がもしかしたら欧米で流行ってるのかなと思って、はい、なんか最近見た映画で、うん、チケットトゥパラダイスっていう、うん、ジョージ・クーニーと、うん、ジュリア・ロバーツが出てる映画知ってますか？へえ、知らない。最近の映画なんですね。その超最近の先週を映画館で先週不義理したばっかりの映画で、はい、まあネタバレにならない範囲で、はい、見たんですか？あ、見たんですよ。はい。時間に余裕あるじゃないですか。でもそれは結構優先度高く予定に入れてたんです。なるほどね。はいはい。はい、で、なんかその離婚した夫婦の間に一人娘がいるんですけど、はい、なんかその一人娘が
ロースクールを卒業して、はい、あのもう法律事務所への就職も決まっていて、うん、で卒業旅行でバリに行ったらバリでイケメンと恋に落ちて、うん、その自分のキャリアと今までの学歴全部捨ててバリでそのまま住む、結婚して住むっていう話なんですけど、うん、でそれをその、ジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツが止めに行く話なんですけど、うんうん、ただ結構メッセージとしてはなんか結局その法律家になる暮らしよりもバリで住むのいいじゃんみたいな、うん、なんかそのなるほど、そういうメッセージを受け取ってなんか同じ方向性を感じます、はい。それを見てどう思いました、その映画を見て。あでもなんか確かにそうかなと、こうなんかこうお金稼ぎたい、仕事頑張りたい、でもその結果何したいかというと多分そのバリみたいな楽園で愛する人と住むっていうのがゴールじゃないですか。なんかそれをショートカットできるんだったら、はい、なんかそれを確かにその場で選べばいいのに、うん、なんか選ばない理由ってなんだろう、うん、確かに選んだ方がいいなみたいな。でもそれってその映画ってそこで終わってるんでしょ、その、娘が10年後20年後どうなるかわかんないんですよね。あ、わかんないです。そのイケメン彼氏に振られて、あの時ちゃんと働いていけばよかったとかなるかもしれないってことですよね。そうです、そうです。で親はその観点ですごい止めるんですよ。はい、なるほどね。親自身じゃあ答えは出してないんですね。うん、あそうですね。その後どうなるかわかんないですけど、うん、まあやっぱりお父さんの言う通りにしとけばよかったみたいな、はい、なる可能性はまあありますけどね。うん、しかもなんかそのイケメンに、を好きになってそこで暮らすってなんていうのかな、すごく衝動的ですよね。そうですね、まあ、ただ映画なのですごいお金持ちなんですよ。バリ島のお金持ちってことは分かる描写になってます、はい、結構。なるほどね。結構海外に輸出してる、はい、貿易で。でも捨てられるかもしれないもんね、その彼に。可能性はあります。若い女性を作ってごめん、僕はこの子好きになったから別れてくれとか言われて、はい、可能性はあります、ね、うん、よし、じゃあお願いします。まで、はい、そうですね。でその禅の教えも引用されててこの本では、はい、うん、なんかそのこの本がまとめる禅の教えとは、うん、人の苦しみはすべて現実を認めたくないという気持ちから生じる。本当なんですか？私、全に詳しくないんですけど。違うと思うね。うん、違うんですか？うん、違いますね。こんなはずではなかった。どうして思い通りにいかないんだという気持ちこそが苦しみの根源。うん、自分は万能ではない。ただの無力な人間で、それはどうしようもない。うん、その事実を受け入れたとき、苦しみは不意に軽くなり、地に足のついた解放感が得られる。現実は思い通りにならないということを本当に理解したときに、まあ、苦がなくなると、はい。ちょっと違うかな。違う。これは、博士的には禅ってどういう教えなんですか？まあ、それ禅じゃなくて、多分仏教そのものの教えだと思うんですけれども、まあ、禅は、はい、テクニックというか、なんですけれど、まあ、仏教はその、思い通り、現実を受け入れるというよりも、そもそも何かをが欲しいと思う気持ちそのものが苦しみを作ってるっていう。わかりますか？例えば、お金、そうそうね、上司に何かいろいろ言われて大変だっていうのは、上司にいろいろ言われたくないっていう自分の気持ちが苦を作ってるわけで、結局自分の中にありますよってことなんで、現実を受け入れるというよりも、まあ、自分の欲がまず問題だってことと、あとその仏教でいう現実っていうのは多くの人が思ってる現実とは全く違っていて、この世界にはほとんど全く意味がないっていうのが現実ですよと。で意味を作ってるのは人間ですよみたいな。そうそう、だから最新の映画のマトリックスでもそれがテーマでしたけどね。マトリックスレザレクションっていうのをなんか、去年かそれぐらいにやったんですけど、今ネットフリックスで見られるんですけど、人間というのは起こっている出来事を現実とは見ていないと、
その時に、はい、こうどうしようもなく得られないものとか得たものを失うことに対する動く感情みたいなのを込みで現実と見てるんだよと。でそれらを人間にこう振りかけるとそこから出られなくなるぐらいそれにとらわれて思い通りにできるんだってことがをそのマトリックスの、新しいプログラマーの人が言ってましたね。わかりますか。まあいいか。映画 自体は見ました。あ、見た。あ、その中のアナリストっていう人はそう言ってましたね。あのイケメンですか。イケメン、イケメン、どれがイケメンなんだろう。あの精神科医。ああ、あの人か。うん、そうそう、あのイケメンはミスタースミスですね。あのあーエージェントスミス。ああ、そうだそうだ、そうでしたね。見たのに完全にもう、うん、まあいいんですよ。はいはい。じゃあそういう感じで、そうなんですよね。だからどうしよう、もうこの人のスタンスには皆さん反省ですか。生産性を上げれば上げるほどタスクが降ってくるから、そんなの追い求めるの自体が方向性が間違ってるっていう話です、この人が言うところは。どうですか、あと忙しい。みどりさん、どうですか、今の。あ、でも、なんか最近、その、時間に関する本を私も、何冊か読んだんじゃなくて、全部、結構、書店に、まあ、いつもか、割となんか、並んでいて、はい、何冊かパラパラこう見たけど、なんか、そんなことを書いてる本がすごいいっぱいあったけど。あ、なるほどね。このなんか効率を上げても無駄だ的なのは私もなんか目にした気がして、そうなのかなって思った。だから今日すごいなんかおって思いました。あ、期待していると。うん、上照さんどうですか。もし仕事の量が固定だったらそれは早くやれば早く終わると思うんですけど。なるほどね。仕事の質によって変わるでしょうね、確かに。メロンさんどうですか。うん、メロンさん。メロンさん、ちなみになんでその M マークなんですか。今ちょっと取り込み中で耳だけ。取り込み中ね。何取り組んで、取り込み中なんですか。待ちましょう。なるほどね、OK。うん、僕思うのが、確かにそのエイプリーさんの意見っていうか、まあ、この本の意見かな。この本の意見に賛成で、まあ、これ、だから、さっき調べたら、タイム TQ って本は、タイムクエストって本は、2012年ぐらい出たっぽいんだけど、まあ、その頃から言われていることで、僕もそう思うんだけど、2009年か。で、例えばなんだろう、まあ、昔から言われてるのは新幹線とか通ったらすげえ東京大阪間がめちゃくちゃ近くなるから仕事が楽になるだろうと思ったらそうならないし、スマートフォンとかね、もう一日中やり取りもできるわけですよ、コミュニケーションとか SNS とか。でもかえって仕事が忙しくなるような気がするんですよね。なんでこんなことが起きるんだろうと思ったんだけど、まあ、その答えが僕の中であって、単純にそのなんだろうな、もうかなりだからそれをすればするほど人はお金を稼げるわけですよ。人っていうか人類全体が、例えば日本でもいいんですけど、そのお金を何に使ってるかっていうと、かなり、なんていうの、細分化した欲求に応えることにお金を使ってるんだろうなと思うんですよね。例えばある種のゲームで快感を得たいっていうところに企業ができて、でそいつらがまたお金稼いだりするわけじゃないですか。本当はそのゲームなんか別にいらないんだけど、そこに会社ができて、そこにお金を払う人ができて仕事が成立するってことで、もうなんかサービスがめちゃくちゃ組まなくなってるんだろう、組まなくこう網羅されてきてて、そこが我々が死ぬほど働いて得てるものなんだろうなと思ったんですよね。だから一方でそういうのいらないと。例えば炭酸ジュースはコーラだけでいいとかね、ゲームはぷよぷよだけでいいとかなると、
多分もっと働かなくてもなんとかなるんだと思うんですよね。だから僕よくあるのは、僕が勝手にそう思ってるだけかもしれないけど、ヨーロッパとかはそっち側の考えにシフトしてるような気がしていて、そんなに稼がなくてもいいじゃん、人生楽しもうよみたいなね。一方でアメリカとか、まだ日本とか、あるいは中国やインドみたいなところはめちゃくちゃ頑張って稼ごうぜみたいになってんじゃないかなと思うんですよね。だから、働かなくてもいいと。ただし生活は、今のままかちょっと不便になってもいいですかっていうことなんですけど、あともう一つ、その流れは止められないは止められないですよね。はい。資本主義である限り。はい。ってな感じですけど。あと、この著者が言ってるのが、あとなんか現代人は忙しさに依存してるみたいな。ああ、なるほど。そんなことないけどね、僕とか。そうですか？はい。あんまり言うとこれを見ている会社関係の人に怒られちゃうから言わないけど、なるほど割となんか、うん、やっぱりそのブルーオーシャン的なところで働くと、そんなめちゃくちゃ頑張らなくてもいいのかなと。働いてる場所はすぐにレッドオーシャンになっちゃって競争がめちゃくちゃ激しくなるんで、なんか他社と差別化して無理やり売らなきゃいけないとかってなってきちゃうんだよなと思うんですよね。なんかこう仕事に限らずこう予定を入れまくることに依存してるっていうのは分かるなと思いました、私は。すごい先月とかめちゃめちゃ予定入れたんで。本当に何入れたんだよ。なんか沢登りも行きましたし、なんかダイビングの ライセンスも取りに行って、あ、なるほどね、本当になんか仕事の方が楽だ。それはこの本で言ってるところの、ダメなパターンなの？限られる時間をダイビングに使ってる場合じゃないってこと？そうですね。うん、全てのことを終わらせる脅迫観念してた方がいいっていう、まあ、うん、その予定も入れたのも私なんで、なんかその入れない選択もあったと思うんですけど、はいはい、じゃあ入れて失敗したってことですか？そうですね。まあ入れて達成感ありました。そのハードスケジュールをやりきったっていう。なんか仕事も忙しいのに行き着く暇もなく、プライベートも予定を入れまくり、なんかもう休みの日なのに朝めちゃめちゃ早起きするとか、はい、早起きして電車の中でダイビングの参考書の問題をやるとか。それって今の マジョリティなんですかね。マジョリティ、なんか一世代前みたいな感じがするんだけど、僕の中では。そうです。マジョリティではないと思います。こんな周り 見渡しても、はい。うん。友人のこんな。そのバリ島の映画のそのバリ島でイケメンと結婚しちゃう方が今のマジョリティな気もするんだよな。そうなんですか、ね。なんか特に、まあ、僕とかもう50代だけれども、30代とか20代とかそっちじゃないかなっていう気もするんだよね。なんかマジョリティにはなってないかもしれないですけど、トレンド感はありますよね。トレンドには、あ、そう、新しい感じというか、はい、新しい感じ。ああ、そのバリ島であれするのがね。はい、そうです。はいはい、そうか。だってロースクール出て、はい、お金もかけてロースクール出て、うん、まだキャリアも築いてないのにそれを捨てるとかすごいなっていう。せめて 2,3 年は働いて遠距離恋愛してから結婚とかなら分かりますけど。でもそのテーマの映画って例えば昔グッドウィルハンティングっていう僕が大好きな、あれいつなんだろう、はい、僕の名前の元になってる映画があるんですけど、ハンティング、いつだろう、グッドウィルハンティングって知ってます？見ました？見ました。1997年の映画なんですけれども、もうそのウィルハンティングっていう青年はめちゃくちゃ頭いいんですよ。数学のなんかハーバード大学かなんかマサチューセッツ工科大学の教授かなんかが解けないを今マルさんがやってまいりました。はい、やってまいったっていうね、まあいいや、それはいいとして、
まあそうなんだけど、すごく数学でこのまま未来が保証されているのに、最終的には、大好きな彼女とそれらの仕事を捨てて、なんていうか付き合うために彼女の元に行くんですよね。はい。なんで似たテーマじゃないですかそれ。ああ。なるほど、もうその結末は忘れてましたね。彼がいかに天才かっていう描写だけは覚えてます。はいはい。確かにもったいないって思った記憶があります、ね。はいはいはい。マルさん、今日ね、カメラがないので、それでそのなんか iPhone とかなんか持ってたりしません？ありますよ。それでこう、はいはい、はい、レジュメを見ろと、見ろとっていうか、そのズーム的な感じって、ズームに入ってもらえますか？じゃあ何しに来たんだよって話もあるかもしれないけど、全然ですね。OK。そしたらみんなの顔も見れるということもあって、はい。なので昔からなんか、なんだろうな、アメリカ、あと僕は昔ある大学で研究をしてた時に、まあ、言ってしまうと、まあ、言わない方がいいな、まあでもそのまあいいか、北海道大学っていうところで、ちょっと研究をしていたことがあったんだけれども、北海道大学ってなんかちょっとヨーロッパっぽいんですよね。なんかこうのんびりして、のんびり研究しようよみたいな。全部が全部じゃないかもしれないけど、理学部とかそんな感じなんですよね。で、そこに来た教授は、名古屋大学から来てて、あとアメリカからですごい、学んできたんで、めちゃくちゃ働くんですよね。めちゃくちゃ働きまくる人が、のんびりしたところの、大学に来て上に着いたんで、こうなんかちょっとこう、齟齬が起きるっていうか、めちゃくちゃ働く文化と、のんびり研究しようよって文化がぶつかるっていうのがあって、昔から2つの価値観みたいなのがあって、うん、それがぶつかってるんじゃないかなっていう、だからこの価値観って昔から両方ともあるんじゃないかなと思うんですよね。まあそんなことはいいか。何の話だっけ。お、来た。ノーリアクション。はい。すごい海にいますね。あ、マジですか。自分の、あ、本当だ。どこの海だろう。すみません。自分が乗っけたんですよね、その海。そうね、ね。はい。OK。まあまあ、とにかくそうか。でも、バランス良ければいいんじゃないかな。まあいいか。わかりました。その、僕も、その時間に関してはすごいこだわりがあるんで、その著者の考えといろいろこう、議論したいなと思うんですけども。次に入る前に、なんか時間、なんかちょっと流れに沿ってるか分かんないですけど、博士ってこういつも選択肢があったら、なんか一般的にいいとされる方を選んだ方がいいっておっしゃるじゃないですか。例えば、うん、結婚して子供を産むっていうのを選んだ方が、うん、まあそこまでこだわりがないんだったら、まあ結果的に幸せになるみたいな。そこまでこだわりがないんだったらそうですね。はい。なんかまあ私も基本は自分の人生振り返るとそうかなと思うんですけど、うん、なんか例えばその出産とかリミットがある場合に、うん、なんかその、まあ、最近、まあ、有名人とかも不妊治療したりしてますけど、なんかその誰だろう、まあ、私の問題言ってて、あ、そうかなと思ったのは、なんか私もその時やりたいことを、まあ、成功する人はその時の快楽を先延ばしにしてでも今やるべきことをやるっていうのも博士は前おっしゃるじゃないですか、よくグリッとね。で、はい。でもなんかその一方でなんか印象的だったのが、まあ私もそうだなって思うんですけど、まあ、ちょっとある知人がなんかずっと子供は欲しくなかったんだけど、なんかその最近になって子供が欲しくなって、まあすごくこう妊活を頑張ってるっていう話で、まあ、不妊治療とかもしてて、でもなんか、昔は本当に子供が欲しくなかったから、なんかその、まあ、もちろんもっと若い段階で取り組んでたら楽に授かったかもしれないけど、でももし欲しくない状態で子供ができてたら虐待とかしてたかもしれないし、可愛がれなかったかもしれないみたいなことを言ってて、なんか、
なるほどと思い、なんかその、なるほどね。なんか人の気持ちとかも変わるじゃないですか。その人にとっての気持ちとかも変わるから、その時々で変わるから、で、確かにそういう欲しくない子供を欲しくないタイミングで授かって可愛がれない可能性もあるっていう。なんかその説と、博士がいつもおっしゃってるさっきのグリッドとか、なんかそういうことと、なんか博士はどう思うのか聞いてみたかったり。はい。まずその女性がなぜ急に子供を欲しくなったかだと思うんですよね。多分締め切りが近づいたからだと思うんですよね。はい。で、そのフランスとかで、出生率がすごい落ちた時があって、その後で教科書かなんかに、女性の出産の、まあ、一つのリミットが38歳ぐらいから産みにくくなって、それ以降どんどんこう急激に産めなくなってきますよということを、啓蒙したプラス、確か40歳以上がなんか、保険が効かなくなるみたいなことをしたんですよね。そしたら出生率すごい上がったんですよね。で、締め切りが近づくとみんな欲しくなるっていう、みんなじゃないですけどっていうのがあって、その女性も多分そうなんじゃないかなと思うんですよ。で、じゃあ、その女性がどうやったらもっと前に欲しくなるかというと、もっと締め切りの不安を先に持ってくれば多分産みたくなったんじゃないかなと思うんですよ。その人間の感情を中心に人生を生きると、なんか、なんだろう、家畜に振り回されてる感じがするというか、むしろその理性的なものがコントロールした方がいい。で、その虐待するかもしれないというかなり、その何ていうか、横暴な話だなと思うんですよね。乱暴な、はい、自分を納得させるためにそういう話してるんじゃないかなと思うのと、で、その大抵のものは、後で締め切りが近づくなった頃には実は子供を産みにくくなってるわけですよ。だから締め切りなんですね。なんで、もっと早く自分の心がどう動くかを知っておけば、先に不安がやってきて先に子供が欲しくなるだろうなと思うように、理性で感情をコントロールした方が幸福になれるだろうと僕は思いますけどね。反論とか、なんか聞きたいこととかあります？なんかそうだと思うんですけど、なんか難しいですね。なぜなら締め切りはとはいえ先なのは先なので、なんかもっと締め切りが早く来たら気持ちも変わるんでしょうけど、でも先だから、なんか、でもその彼女は不妊治療とかしてるんですよね。そうですね、はい、で、子供はできたんですか？いや、まだできない可能性もありますね、年齢が高いとしたら。そうしたら締め切りはもっと前にあったってことになりません？そうですね、はい、確かに。まあ、でも本当のギリギリになったからやる気が出たってことですよね。そのギリギリに対する、ギリギリポイントが間に合わないところに置いてるってことですよね。だから、その我々子供の時は、なんかいろんなこと間に合わなかったりもするんですよ。集合時間に間に合わない、なぜならギリギリは後に設定されているから。でも、だんだん学んで、まあちょっと、まあ、なんだろう、仕事の打ち合わせは30分前には近くのスタバにいようみたいな、特に初めて行くところはね。それって実はギリギリ、そこが本当はギリギリの締め切りなんですよね。それ以降だと遅れる可能性があるから。というふうに、ギリギリっていうのはもうちょっとちゃんと考えればもっと前に来るんじゃないっていう。で、で、そのな、不妊治療とかめちゃくちゃお金かかりますよね。はい。なんで、多分本人が思ってる、だからその女性が、いや、実はここは締め切りだよっていうのは、その人が思ってる締め切りってもう実は手遅れだってことが分かれば、締め切りは前に設定できないのかなっていう。不安になるのが、知識がないから不安になってるんじゃないって思うんですけど。どうですか、丸さん。なんか、人の行動って、うん、法律だったりなんだりである程度コントロールできるかなって。確かに。フランスとかもまさにいい例じゃないですか、うん、はい、はい。何にしてもこう昔の飲酒運転より今の飲酒運転少なくなったのも、多分そうやってコントロールされてるからかなって思うんですね。シートベルトもね。だから、うん、まあ、今実際に少子化って問題になってるわけじゃないですか、うんうん、で結構出産一時金を上げればっていうのって結構安易で、うん、どこ儲かってるかっていうと、豪華な産婦人科みたいなので全部
産婦人科が儲かってるみたいな、その分値上がっちゃってるとか、うん、はい、博士が考えるそういう、だもうちょっと締め切り前だよっていうところのアテンション、だ、うん、今独身女性だったりとかがお金持っててすごい楽しくてっていう、うん、あの状況がある中で締め切りを前に持つっていうのってそもそもが難しいからそうなってるんじゃないかなとも思うんです。でもフランスの例を考えれば、不妊治療の期限の年齢を前倒しするっていうちょっとこうあの問題発言的なこともあるけど、うん、そうすることで出生率が上がるっていうことと、うん、あとそのもっと啓蒙するべきですよね。そこら辺が今日本は足りてないからっていう、もうちょっとそのほわっとしたい、ほわっとっていうか、まあ今じゃなくてもっていう気持ちってある程度コントロールできないのかな。できると思います。だから僕、今の例えばエイブリーさんの話って、その本人、その女性の感情が、に従って例えば赤ちゃんが欲しい時に欲しくなる、でも前だったら困るとか、そういう話があるじゃないですか。でもこれをさらに動かしてる、なんていうか、ね、法律だったりとか常識だったり仕組みがあって、それらがうちらの感情を実は動かしてるんですよ。だからその大昔で言うと、まあ、30年前40年前だと結婚しないとまずいっていう社会的なプレッシャーがあったんで、みんな急いで結婚してたっていうのも多分あるんですよね。だからうちらの感情って結構いい加減にいろんなものに動かされてるっていう、そのマトリックスとも関係してるような、あなたが自分で、自分の感情で選択してると思ってるかもしれないけど、みんなに選ばされているんですよっていうのがあって、それはあの感情こそ一番言う通りに動いちゃいけないなって僕は思うんですけどね。どうですか？確かに、まあ、やっぱり感情は当てにならないから、まあ、何か軸がない人はやっぱり世間でいいと言われていることを選んだ方がなんか安全な感じがしますね。だからその昔思ったのが、まあ、これもよく言ってるけど、まあ、あの大人になるに従って、なんか立志式とか、なんかそういう季節を感じるものもあるし、年齢とともにこの時期までにこれをしろっていう常識が昔からあったんですよね。それって人間ってそのふわふわとその時の感情で動くんで、その前に、それより前に本当は締め切りがやってくるんで、大人たちや社会がこの年齢までにこれをしなさいっていうのを規範としてたと思うんですよね。ただまあ今は、個人主義というか、どんな価値観を持っている人でも、どんな生き方をしても、痛みを感じないようにしよう、みんなが例えばね、まあ、女性同士で愛し合うというのも全然僕も問題ないと思うんですけれども、それもね、昔は社会によって縛ってたんですけど、それをなしにしようっていう、ある種副作用みたいなものが、その人に手遅れ感を、あの、なんだろう、こうしてけばよかったと思うようになってるんじゃないかなと。でも人間すごいいい加減というかよくできてて、手に入らなくなったら受け入れるっていうのがあるんで、どこに行っても実は幸せで、例えば子供がその女性が結局不妊治療がうまくいかなくて子供がなかったとしても、それを受け入れられれば幸福になるんで、どうでもいいっていうのもありますけどね。確かにそれもありそうですよね。ある。子供がいなくて幸せな人もいますもんね。そう。だから手に入りそうで入らないときは苦しいだけで、手に入らなくなれば自由になるんですよね。ありがとうございます。聞きたいなと思ってたんで、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまた本に戻りますと、はい、で、結局その時間との向き合い方っていうところで、なんかそのさっき博士も少し似たようなことを言ってたと思うんですけど、なんか自分はまだ本当の人生を生きてないというふうに思ってる人間が結構多いよねっていうのを、うん、まあ、この著者じゃなくって、なんか心理学者が、スイスの心理学者が言ってるんですけど、はい、こう広いな、スイスの心理学者って。はい、まあいいです、はい。マリー・ルイズ・フォン・プランツです。マリールさんね。はい。これ今どこを見ればいいんですか、レジュメの。まあ、レジュメのですね、これは、ショートっては、
暗闇の中で一歩を踏み出す。はい。あれ？これね、14章ね。結構もう最後の方に来てます、はい。はい。で、その後5つの質問と10のツールを紹介します。はい。で、まあ、こう、そうですね。なんかいつの日か本物の、なんか今生きてる人生が仮で、というか、まあ、その女性との付き合いであれ仕事であれそれがまだ仮のものでいつの日か本物がやってくるみたいな感じの人は、はい、こういう人が終始恐れているのは何かに縛られること束縛されること空間と時間に完全に入り込むこと自分が自分自身であることにひどい恐怖を感じるのであるというところを言っていて、それだからその仮の何かがいつかあって本物がいつか来るって思うんじゃなくって、今生きてる時間を受け止めるっていうのが、まあいい限りある時間のいい使い方だっていうのをこの人は言ってますと、はい、っていう流れの中で、じゃあその人生を本当に生き始めるっていう本物の人生を生き始めるための5つの質問っていうのをこの人が用意してくれてる。うん、なんか、この質問もよくわからない質問だなと思うんですけど、この人曰く、あの人生とは問いを生きることだからっていうのを。問い？あの問いを生きる。問い？アスクじゃないですか。アスク。あ、問う？問い？問う？問い1、問い2の問いですか。問いね。アスクね。なので、この今から紹介する質問を自分に投げかけることで、うん、自分の置かれた現実に向き合い、限られた時間を精一杯生き始めることができるだろうと紹介しています、うん、で。その問い5つ紹介するんですけど、なんか1つ目がよくわかんないんですが、あの自分に問いかける問い1、自分の人生と向き合うためにそのきっかけとなる問い1、それは、生活や仕事の中でちょっとした不快に耐えるのが嫌で楽な方に逃げている部分はないか。いや、ありますね。そうですよ、ね、先延ばしにする、素晴らしに時間を費やす、それはあっちゃいけないってこと？そうですね、はい、ネガティブですね。うん、それはどうして？はない方がいいよっていう。どうしてですか？まあ、でそこで引用しているのが心理療法家ジェームズ・ホリスなんですけど、うん、この人は人生の重要な決断をするとき、この選択は自分を小さくするかそれとも大きくするかと問うことを進めて決めることを進めてます。それでも人生の重要な選択と日々の楽な方を選ぶとまた違いますよね。今の問いって何でしたっけ？無駄なことしてないかとかでしたっけ？何でしたっけ？生活や仕事の中でちょっとした不快に耐えるのが嫌で楽な方に逃げている部分はないか。それって例えば、休憩時間を10分長くとってスマホでゲームをしているとかも入るんですか？入ると思いますし、まあ、それこそグリッドみたいな話で、なんか今婚活するべきなのにやらないとか、そういう全般的な問いだと思います。なるほど。テンションは全然現実。なかなか難しいですよね。婚活はちゃんとしてるんだけど、ちょっと時間の余ってる時に、なんかゲームを余計にするとかは入る。あ、それはありだと思います。あ、それは問いには何ていうか、ちゃんとできていると。OK と。はい、そうですね。本当にやらなきゃいけないことがあるのにもかかわらずそれをせずに楽の方に行ってないかってことですね。そうですね。うん、で、まあ、快適な衰退よりも不快な成長を目指した方がいいと。それがいい時間の、限りである時間のいい使い方なんじゃないかっていう。それもなんだろうな、哲学的な問いですよね。さっきのバリ島の話とまた矛盾しませんか？
でもバリ島の話はどうなんだろう。なんかローファームに法律事務所に就職するのが嫌なんじゃなくって楽な方に逃げたいからじゃなくって、その愛するべき人に楽園で出会ったからそっちを選ぶっていう、なんかポジティブな選択。ポジティブとネガティブってなんか時間で変わりませんか。なんだろうな、ある人が、僕が研究者辞めて、恋愛の本を書くときに、研究者から逃げてますよね。で、そ、例えばその、たまたま恋愛の本とかいろんなことでうまくいったからいいですけど、それでうまくいかなかったときに結局逃げたじゃんって思わないのかな。確かに結果次第ですかね。今その博士ブルーオーシャンで今うまくいってるから、そう。でも逆に戦略的にそれを選んだとも言えるし、戦略的に選んだとしてもうまくいかなかったら戦略的じゃなかったよねって思うかもしれない。そうですね。でもそしたら結果を見ないとそれが良かったか分かんないってことですね。そう考えるとその問いはどうなんだろうと。例えば婚活をサボっていて、で結局結婚できなかったんだけれども、その土地で出会った、人たちとすごいいい感じのコミュニティを作って、なんかそれなりに幸せな日々を過ごしたとしたら、あの婚活こそ無駄だったんじゃんって思わないかな。確かになりますね。そうですね。あと伊集院光って僕好きなんですけどね、ラジオのパーソナリティの伊集院光が、どうせ生きててもみんな死ぬわけですよ。なんで無駄な時間こそいいっていうか、だから意味もなくゲームをするのって僕はすごい好きだと。なんだろう、それを何かをするために、例えば法律事務所を出てちゃんとした自分の、法律で学んで自分の事務所を作るとかいう目標とかも重要だかもしれないけど、それ以外に無駄な時間も最ももっと重要で、同じぐらい重要で、人がなんか遊んでるだけじゃんとか意味がないことしてるけど、それする前に勉強しろとかいうことではなく、そっちも同じぐらい重要だよっていう、そういう考え方もあるかなと思うんですよね。そうですよね。なんか官僚とかが、昔の話かもしれないですけど、すごい受験勉強とか一生懸命して遊びも一切せず、なんか入庁した後にノーパンしゃぶしゃぶ行くとか。そうそうね。すごい、いつの話してんのこれ。1997年とかその辺が分かんないけど、まあまあ、もっと前だよね、多分バブル弾ける前だよね。まあそれ置いといて、あとなんだっけな、あ、じゃあ丸さん何かありますか。ない。今ありそうな雰囲気を感じたから。そう、あとその誘惑される意志っていう本があって、まあ僕は時々その本の話も出すんですけど、その本の考えは、人はどっちを選んでも憂鬱になると。例えば遊びを全部断って、目標に向かって頑張ってる時も、俺なんでこんなことばっかりやってるんだろう、もっと遊べばいいのにと思うし、遊んでる時は今度逆にこんなことやって目標に達することはできないんじゃないかっていうふうに思って苦しいと。だからどっちに行っても苦しくて、それによってこうバランスを取るようにできていて、結果的に人はこう苦しみながら生きていくっていうのがその本の一つの考えで、それがすごいいいなと思うんですよね。なるほどなっていうか。でも結果的にいろいろうまくいかなくても、でもみんな人はその現実を受け入れてそれなりに幸せになるんですよ、さっきの話だと。まああとは酒を飲んで忘れるとかもありますよね。まあそれはそれでいいんじゃない。まあ、特にそう、日本みたいにどう生きてもなんとか生きていけるような国って、多分まあどう生きてもいいんじゃないって思いますけどね。なんか自分が生きられなかった人生へのなんか羨ましさとか、結局どの人生を選んでもあるんですかね。いや、ありますね。それいいですよ。それなんか隣の田んぼ青い的なやつね。それはありますよ、はい、あると思う。みんな歩んでない人生のいい側面しか見てないんですよね。でその側面も嫌なこといっぱいありますよね。はい、だからなんだろう、既婚者は、結婚してる人は独身だったら自由で楽だなと思い、独身だったら結婚したらいい家庭が築けるんだなと思ったりもするんだけど、
うん、どっちも、良くない面がありますもんね。あるんですよ。有名になったら有名になったでめんどくさいこといっぱいあるでしょうし、有名にならなかったら有名になりたいと思うでしょうし、あるじゃん、なんか誰だっけ、なんか、まあ、誰かなと迷った時はウォーレン・バフェットじゃないかと僕は思ってるんだけど、なんかお金を持ってない人はすごい悩むと、でお金を持ってるともっと悩むみたいな、なんかそういう名言があったりして、そうなんですかね、お金欲しいけど、なんかあれですか、前あのペントハウス、博士のご友人がペントハウス住んでるけど最上階に住めてないからそれが悩みだみたいな、はい、そうそうそう、最上階に住んでる人の名前は言わないけど、うん、そう、それもあるし、その方はまああんまり詳しく言えないけれども、まあその旦那さんがいないと、ある理由でいなくなっちゃって、でみんなと楽しく話していて、みんなと一緒に飲んだりするんだけど、みんなは家に帰っていくと、でそんなその話の中で自分が一番お金持ちなんですよ。でも自分の帰っていく家には一人なんで、それがすごく悲しいみたいなこと言うんですけど、いやあなたはすごいお金持ってますけどねみたいなのがあるんで、あとね、なんかよく言う年配の女性のね、芸能人でなんかこう それなりの人生歩んだなっていうような人が言ってることとして、まあ、人生そこそこだと、何かを例えばなんだっけ、三輪明宏とかの辺がね、人生そこそこよと、なんか得たとしてもなんか得てないと、もう誰もとってもそうなんだっていうね。あと一時期めちゃくちゃうまくいく時期があったりもしますけど、それを見てるとあの人羨ましいと思うけど、ずっと見てるとそうじゃない時期も結構あるんだよね。ああ確かに。あと我々が知らない、そのなんか電話、僕は電話相談をよく受けるんで分かるんだけど、まあ、みんなには光の部分しか見てないけど、例えばなんだろうな、やりたくもないことをずっとやっていて苦しいとか、まあなんか周りにはすごく楽しそうに見えるけど、夫婦関係がめちゃくちゃうまくいってなくて苦しいみたいな、あんなテレビの CM に出てて夫婦仲良しでやってたけど離婚してるんだっていうね、例えばそういうのもあるじゃないですか、はい、お金持ってる人にはすごい反論したくなります。そのお家に誰もいない人もお金持ってるんだから、なんか恋人くらい作れるんじゃないかと、まあちょっとお金目当ての人になっちゃうかもしれないですけど、でも若い恋人作れそうじゃないですか。それで言うと、その方はすごい権力があって、お金プラス権力があるんですよね。で若い男性が寄ってくるんですよ、はい、でも明らかに若い男性はその人の権力を目当てにしてるっていうのが分かるんですよね、うん、なんで なんだろうな、それをねだってくるんですよね。それがすごく苦しいと。だから私のこと好きなんじゃなくて、私の権力が好きなんじゃないと思ってしまって、なんかこう寂しくなる、より寂しくなるって言ってましたけどね。でもそのなんかマルさんがめっちゃ笑ってますけどふざけてんじゃないわよみたいないやでも本当にそう思って言ってるっぽいんですよ。いや、そうですけど、なんかやっぱそれ、やっぱりその博士理論的に言うと、さらにそれを上を行く、本当は権力目当てなんだけど、うん、権力じゃないよって思わせたもん勝ちってことなんだなって、ね、それはそう、その通り。だからまあ恋愛の駆け引きで言っちゃうと、夢を見させたら相手の心をつかめるっていうのはありますけどね。なきっとあのビートたけし、どうぞ。ビートたけしの最新のパートナーも、どこだとか、なんかクラブで出会ったのか忘れましたけど、その時ビートたけしのこと知らないって言って、うん、なんかこの話を博士にしたら絶対そんなわけないって昔言ってたの覚えてますか？覚えてないけど、いいそう。ビートたけしにとってはもうあんなに有名になってるのに、自分のことを知らないっていう女性と出会って付き合ったっていう、うん、けど落とす天才だね。あんなに有名でそんなことあり得るのかっていうのは博士が飛んでた記憶があります。よくあるよね、その女性がなんか本当になんか美女の女優とかがね、なんか、友達だと思ってたけど急に、向こう友達だと思ってたけど
好きになって結婚したと、昔私に対してすごく恋愛感情ないかもしれないとか言ってるけど、その恋愛感情がない人がその女優に近づかないよっていうのはあって、よくすごく綺麗な女性が男友達めちゃくちゃいっぱいいるとか言いながら、まあ、よく言ってるけど、それはその男性は誰一人あなたを友達と思ってないよって僕は言うんですけれども、まあそういう意味ではね、上手に騙してくれれば相手を幸せにできるというのはあるんで、まあ、幸福という意味では騙してもらうのもいいですかね。まあ権力を持っていれば騙してくれますよね。何にも力がないと誰も騙してくれませんもんね。そうですね。うん。ってことはやっぱりお金持ちの女性は騙してくれる相手となんで出会えないんですかね。騙され、まあ僕に相談しちゃうこともあって、騙され、ちょっと賢いというか、バレちゃうというか、分かっちゃうんですね。それってどうやって分かるんですか？なんかその。コネを頼ってきちゃうっていうか、その人が持ってる権力で、新しい仕事がどんどん得られるわけですよ。で、付き合い始めると、そういうのをいろいろ紹介してくれとか言ってくるんですよね。あと恋人を何にも関わらず、なぜか私が全ておごってるっていうね。でもその人の方がお金持ちなんですよね。エイプリルさん、それ私ダメだと思います。あ、どうぞお願いします。だってなんかよく恋ユニとかでもすごいお金持ちなのに割り勘なんでみたいな、ありえないみたいに女性側がね見るじゃないですか、はい、お医者さんだけどケチとか、はいはいはい、例えば本当のがっつりコントロールしたかったら最初そこにやっぱり乗っかって、この子は今までの女と違うって思わせるのがポイントって。そうね、さすが、お金目当てじゃないんだな他の女性と違ってと。だからきっとその女性を落としたかったら、そんなにすぐに仕事紹介しろとか、うん、そうそう、ご飯はわざとこっちが出すよとかね。むしろおごりたいんだって、でもマック連れてくとか。ああそうね、なんか、うん、まあ、それもちょっと手厚さがついたテクニックですけど、まあね、旅先でヨーロッパとかで出会って、まあ、全くそのお互い知らない感じが出てきたら本当の恋と勘違いするかな。やっぱお金あるんだから出してよっていうのは多分最初は言っちゃいけん、匂わせちゃいけないんだと思います、私。まあその女性は冷めるよね。その今お金持ちの人が毎回会うたびに、男性と会って恋人と会うたびに自分が怒ってるんですよ。なんかその寂しくないですかそれ。確かにたまには返してほしいですよね。なんかそんな、まあ、そういう相談を受けてる僕も怒ってもらってるんですけどね。だから恋愛関係じゃない。いやでもなんだろう、一応、まあ、その方が見てたら本当申し訳ないんだけど、一応友達ということになっていながらも、なんだろうな、僕がお金出したことは一回もないっていう。私も博士に一回もお金。そうですよね。ご飯いつもおごってますけど。いや、それは、丸さんは、その人のような、なんか、お金持ちの、なんか、いつも私がおごってるっていう感覚がないですよね。だって、いろいろ相談にも乗ってもらって。いや、それ以外で、そういうことじゃなくて、丸さんが誰と会ってもいつもおごってるわけじゃないですよね。あ、違いますね、違います。その女性がいつもおごってるんですよ。あ、そっか。はい。まあまあ、だからその寂しさ、だからないものねだりっていう話に戻るんですけど、まあ、ないものねだりなんですよね。わかります。じゃあ、ちょっと次2いきますね。問い2。はい。質問、これはもう、すいません。以下続く。しています。はい。頑張るとした気持ちは伝わるよな。うん、これは前提限りある時間と向き合って生きるための問いですが、自分に投げかける問いですが、達成不可能なほど高い基準で自分の生産性やパフォーマンスを判断してないか。どういうこと？達成不可能な？はい、達成不可能なほど高い基準で自分の生産性やパフォーマンスを判断してないか。ああ、じゃあこれとこれじゃん。以下続くとかでやり始めたけど2で終わったみたいなこと？そうですね。まあこれはあるし、まあもう逆に諦めてたからこうなったってこともあるかもしれないですけど。あ、そう。はい。
それは、そう、難しいな。はい。それ難しいね。具体的な話はないんですか、それは。だから、言いたいこととしては、まだ続くんですけど、うん、あなたの基準は、永遠に達成できず、十分な時間を永遠に手に入らないことが確かだとしたら、あなたの今日の自分の時間の使い方が変わるんじゃないですかっていう話です。うん。例えば、お笑い芸人で、売れたいと。それって、実は、目標が高すぎて無駄なんじゃないですかってことと同じ？それは、そういう話？ああ、そうですね。はい。売れたいんだ。売れたい。でも今のところ芽が出てない。M1 とかでも3回戦ぐらいまでしか行かない。そうなのかな。はい、そうなの。なんか芸事で当たるかどうかって結構運とかもあると思うんで、うん、なんかここに出てる例としてはなんかすごい大量に降ってくる仕事をやらないとクビになっちゃうかもしれないからめちゃめちゃ頑張りますみたいなことが、もし自分にはそういうことね、プラス能力がないって分かってたら、なんかなんですかね、なんかできないという現実を身につ見つめたら違うアクションになるんじゃないかっていうことを言ってます。それ断りなさいってことですね。あ、それが何ですか。そういう、なんていうか、上司からいろんなこと、仕事が降ってきて、自分には不可能だと思ったら断れって話？あ、そうなるかもしれないですし、まあ、どうなるかは言ってないですけど、できると思ってるから引き受けるんであって、なんかそれがもう自分にできないんだって分かってたら、多分アクション変わるよねっていう。なるほどね。はい、なんかそういうのあんのかな？それってあります？エイプリルさんとか。断ることありますよ。無理です。ああ、そう。というか、なんか昔の、日経ビジネスアソシエぐらいの若者向けの、ハウツーぐらいな感じじゃないですか。もう我々は分かってるんじゃない、そういうの。自分のキャパシティ。そうそうそう。ああ、確かに。そうですよね。新卒の人と社会人10年、20年やってるとちょっと違いますよね。うん。あ、でも例えば、まあ、仕事に関してはそうですけど、例えば、うん、結婚して子育ても両立しなきゃいけなくなったとか、なんか誰にでも、どのフェーズの人でも初めてのことってあるじゃないですか。ありますね。はい。その時ね。その時に、そう、あ、自分には無理なんだってのを、先んじて分かるかどうか。確かに。それができない人はいるな。やってみないと分かんないこともないですよね。多分先人たちがやってるんで、何かを見ればそこに答えはありますよね。ワンオペ育児無理ですみたいな。そうですね。確かに先人のことを、先人を見たり先人に話を聞くっていうのは重要かもしれないです。うん。なんか、同僚にワーキングマザーがいるんですけど、うん、なんかそのワーママが、今、旦那さんが単身赴任中で、一人で子育てしながら、お仕事もしてるんですけど、はい、なんかそこの救いを求めて、同じようなワーママとか、まあ、同じような状況の人に話聞いたら、なんか朝2時に起きてやってるとか、そういう話とかが得られたらしく、なるほど。それで絶望しますよね、その話聞いたら。絶望しますね。誰だっけ、電通で自殺しちゃった人みたいですね。あれはね、確かにね。まあ、でも、まあ、この本が全ての概念が新しくある必要はないけど、まあ、そうね。まあ、それよく言われてることではあるけどな。でも、そういうことね。緑さんなんかこの辺りなんかありますか？
大丈夫です。OK! あの、上鳥さんありますか、なんか。私、この本を読む前に、なんていうか、話聞く前に、マズローの、なんか、あの、承認欲求みたいな段階ってものを想像してたんですけど、はい、ちょっと違いますね。あの、なんか、まずやらなきゃいけない、うん、生活としてやらなきゃいけないことが時間取られて、その次に、まあ、仕事しなきゃいけなくて、その次、まあ、ご飯を食べて、その最後に自分の本当にやりたいことに時間を使うんだよみたいなことを教えてくれるのかなと思ってたんですけど、うんうん、ちょっとこの間あのメイウェザーの、YouTube でいい言葉があったので、これ皆さんと共有したいなと思ってメモってたんですけど、はい、1日はね、みんな24時間であるしかないで、8時間は寝ている、で8時間は働いてる、もうこれだけで16時間経ってしまったって言って、でそのうち1時間ご飯食べたら19時間だ、でそれで身支度をしたらもう4時間しか残ってない、この4時間をどう使うかがあの肝で、それで僕は成功したみたいなことを言ってたんで、ちょっと本当の YouTube のやつをぜひ見てほしいんですけど、そのメイウェザーってごめんなさい、僕何をされてる方が、ボクサーの人です、ね、すごい有名な人ね、この間花束を落とされた人じゃなかった、ああ、あの紳士的な人ね、そう、すごい素敵な人です、ちょっと待って、メイウェザーがやの8時間はボクシングってこと、メイウェザー4時間しかないんですよ、4時間メイウェザーは他のインタビューで面白いこと言って、お前たちが寝ている時間僕は練習している。ね、お前たちがじゃあ8時間も削ってんじゃん。話が違うじゃないですか。あ、4時間で言ったらメイウェザーの8時間のなんか副業かなんか。そうそうそう、メイウェザーの8時間って何してるんですか、じゃあ。ボクシングじゃないんですか。きっとあの削ってるだと思うんですけど、でもその4時間をうまく使うことでしか成功できないんだよってことを言ってます。ちょっと待って、でもメイウェザーは、みんなが練習してる時も、僕も練習してるって、みんな以上に練習してるらしいです。いやいや、それも突っ込みどころ満載ではありますよ。そのメイウェザーっていう人はすごい人だと思うんですよ。それに、うん、あの、まあ、成功しちゃった人が言う言葉ってすごい力強いんだけれども、まずその、8時間多分ボクシングやってるでしょ？メイウェザーは。やってますね。あの、働くところの8時間はボクシングやってますよね。プラス4時間ボクシングやってるってことでしょ、で寝る時間削ってやってるんでしょ、で寝る時間削ってやってる時点で前提条件崩れちゃってるから俺は寝る時間も削ってやってると寝てないじゃないかよっていうのがあるし、まあ、それは一般人は4時間でいいんですよ、一般人はとか言ったら成功者の話とまた話変わってきちゃうじゃん、一般人の成功って何ですかってことになるし、あともう一つ、そのメイウェザーさんは知らないけど多分遺伝的にも優れてるんでしょ、俺はそういうことしたから成功したとか言うけど、生まれや育ちやボクシングの才能とかそういうのもあったんだと思うんですよね。だから、いや、メイウェザーさん、それは、いや、多分これあんまり、まあこれ見てる人は300人ぐらいしかいないから言えるけど、あんまり下手なこと言って大変なことになっちゃうけど、メイウェザーさんが言ってることはもうなんか30年ぐらい前の、あの、20世紀の成功哲学で言っている努力をすればなんとかなるっていう話を言ってるだけですねと。あと24時間の中の8時間は仕事だって言うけど、その仕事で自己実現してる人もいますからね。ああ、そう。主にどういう仕事を選ぶべきかって話もあるじゃないですか。うん。その仕事はあなたの成功に近づいてないんだとすると、その仕事変えろよって話もあるよね。うん、ごめんなさい、あの、上鶴さんが。いや、だから、いやいや、上鶴さんせっかくいい言葉を共有してくれたのに、あの、即破り捨てるっていう花束を叩きつけるっていう、いいんだと思ったんですけどもう一個たった4時間頑張ればいいんだと思ったんですけど、いやその4時間いや働いて寝てそれ以外の4時間遊びたいだろう、しかもその4時間頑張っても名誉座にたどり着けない人っていっぱいいると思うんですよね、確かに。だってその4時間遊んどきゃよかったじゃんって話になりません？そんな、みたいになれると信じてたのに。いや、絶対無理ですね、上鶴さん。私は無理です。
そういうなんか希望をずっと持ち続けられるのも幸せですよね。なんかあのアメリカ人ってアメリカンドリーム信じてるじゃないですか、はい、なんか自分たちいつか成功できるみたいな、うん、なんかそう思って生きられ続けるってそれもまた幸せだなと思います。でもどうだろう、今そうね、それはそうね、そう思いますよ、僕もそう思う。あのでもよく言われてるのがあのパンドラの箱で最後に希望ができたっていう話をよくするけど、その希望があるから、希望っていうのも実は苦しみの一つで、最後の一個も実は苦しみなんじゃないかっていう、うん、希望があるから希望さえ捨てれば自由に生きられるのに、うん、希望があるからずっと苦しいまま生き続けてるっていうね、うん、そういうことか。 さっきの天に入りそうで入らないからずっと苦しむんであって、もう無理だって分かった方がなんか諦めがついて、そうです、仏教でいうところの肘の教えですよ、肘が曲がらない方に曲げようとしてるから苦しいと、曲がらないと分かった時に自由になりますっていうね。じゃあ次行きますか。あ、でも、はい、どうぞ。でも上地さんはメイウェザーになれないことで苦しんで、そこまで苦しんでないから、絶対さすが分かってる、エイブリさん今言ってるだけで別にその4時間頑張ってるわけでもないですもんね。はい、でもまあ本気出せばなれると思ってる希望がある。それって2番じゃないの？ その無理な無理な、はい、無理なことを言って達成できないことやってるってことじゃない？ああ確か、あそれを やってないってことじゃないですか。でもどうなの？いや、うん、はい、まあやってないって話もあるよね、上鳥さんの場合は。まあまあでも やったらできるかもって思ってるっていうのはいい状態だと思います。苦しんでもないし、うん、ここらでミロンさんどうですか、何かありますか、まず何か仕事をやってますか。まあまだちょっとやってますじゃあエブリさん続きお願いします。やばい、なんか質問だけそのあと10のツールに、ああそうか、じゃあパパッと流しておきますか。はい、質問さんはありのままの自分ではなくあるべき自分に縛られているのはどんな部分だろうか。なるほどね。まあありのままの自分、まあいいや、次行こう、次行こう、あいいですよ、うん、まだ自信がないからと尻込みしている分野は何か。うん、意味としてはあの人生をただのリハーサルのように過ごすんじゃなくて今を本番と思って、まあ、今やった方がいいんじゃないってことですね。うん、そうかもしれないですけどね、うん、なんだろうね、うん、どうぞ、はい、いやいいです、どんどん行こう。いやいや、うん、何歳のどういう人生歩んだ人が書いてるのかなと思って、なんか30歳ぐらいのホリエモンだったら書いてもなんかあなた今そこにいるんですねみたいな、ね、確かになんか70歳ぐらいの人に書いててほしい、ね、そうそうそうなんですよ、とかそれとあのなんかユタポンみたいなのが書いててもいい、ね、そう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 。お前何にも知らねえだろ、これからいろいろ起きるのがっていうね、いい例え。あでも47歳です、どうですか。40、ああいいとこだな。ああでもその経歴も知りたいよね、さっき書いてあったかなんかあるじゃん、そのこれも、うん、でも俺最近のことしか書いてないですよね。なんかどうなんか恵まれた親の元で生まれてさ、なんか平和な日々を送ってとか、ケンブリッジ大学ですから、もうケンブリッジ大学っていうだけでももうなんか恵まれすぎてる人生ですよね。だから周りにいる人たちもマズローの欲求段階説の一番上に最初からいる人ですよね。うん、なるほどね。だから議論する相手もそういう相手ばっかなんでしょうね。うん、めちゃくちゃ進んできてるけど。
ごめんなさい。はい。いやいや、4番、5番いきますか。はい、あ、今4番いったんで、5番は、もしも行動の結果を気にしなくてよかったら、どんな風に日々を過ごしたいか。ああ、そういうの楽しそうだな、そういうの空想するのは。でも私、それだったら普通にずっと寝てたいですけどね。それは仕事で疲れてるんでしょ、それ。それは本当に、そうじゃなくても寝てくれ、それは。そうね、結果を恐れるあたり、あまり守りに入るっていうのがあるからね。この質問に答えることで何が、自分をこれで変えようっていうきっかけになるかもしれないってことですか？あ、そうです。その限られた人生、時間を、こう、うん、なんですかね。さっき言った、なんか今の人生に満足してなくって、いつか本物の人生生きられるみたいな、ふうに思うんじゃなくって、うん、この問いを自分にすることで、何が自分にとっての本物の人生なのかみたいなの。それやってみました？いやね、僕の勝手な勘でいくと、まあ、僕がやったとするじゃないですか、自分に対してね。なるほどねと思って翌日から同じ人生を歩んでるっていう、なんですか。確かに。これはそうですね。じゃあ10のやついきますか、10のツール。こっちが聞きたかった。はい。はい、受け入れるんだね、じゃあ結局。有限性を生きれるための10のツール。はい。なので、まとめると、この本は、人生の時間を限られているので、うん、この、かつ、まあ、自分でコントロールできる範囲も、まあ、限られているので、はい。そうね。何ですかね。なんか、それを受け入れた方が楽だよってことを言ってます。うん、はい。で、それに加えて、その、限界を、その時間の限界を受け入れて生きるための実用的な10のテクニック。実用的ですって言ってます。うんうんうん、を紹介します。うん、じゃあ、まず1が、なんかそのやらなきゃいけないことを2つのリストに分類して、うん、固定のリストと解放のリストという、まあ、呼んでるんですけど、うん、固定のリストはちょっと最大10個くらいで やります、うん、解放のリスト、もともとリストはなんかやれたらいいなくらいのリスト作ります、うんうん、はい、解放のリストは何個？解放のリストは上限はないです。ああ、わかりました。はい。で、先延ばし状態に耐える。耐えて、かつ失敗すべきことを決めると。人の時間とエネルギーには限りがあるので、失敗をするものと思って、戦略的に失敗をする。はい。で、うん、失敗していいことのリストを作る。抽象的に感じるけど、なるほどね。うん、あ、すごい。私今、リストをどんどん読んじゃった。1の説明じゃなかったです。リストを作るのがまず1個目。はい。うんうんうん、で、固定は手をつける、まあ、10個までで固定手をつけるけど、解放リストは、まあ、時間があったらとかでやると。うんうん、はい。すごい生産性を考えて、なんか生産性が極限まで高まると仮定して、両方のリストをやりきるのは無駄だっていう、できないっていう、諦めた方がいいっていうのがこの本の主張なんで、まあ、解放リストは時間が許す限りやるっていう、うん、はい。で、2番目が先延ばし状態に耐える。ね、はい、うん、先延ばしすることに OK を出すということです。はい。で、3番目が、失敗すべきことを決める。あ、で、ここが、最新のに戻ってきましたけど、はい、
敗して、でそれもなんか失敗していいことと、あのいけないことを自分の中で決めて、失敗していいリストを入れておけば、あの失敗していいリストに例えば芝生の手入れとか、あの整理整頓とか入れておけば、まあ、それは失敗しても大丈夫だから、芝生が伸び放題でも、片付けできなくて部屋がぐちゃぐちゃでも、自分を責めなくて OK っていう。うん、で逆に、まあ、失敗が許されないことは、最低限お金を稼いで健康を保ち、周囲の人とうまくやっていくこと。うん、そういうのが3つ目です。うん、で4つ目、できなかったことではなく、できたことを意識する。うん、これは普通な感じがしますけど、うん、で5つ目、気にする配慮の対象を絞り込む、なんか SNS とかを気にしないということです。で6つ目、退屈で機能の少ないデバイスを使う。これは、まあ、要はスマホ自体を捨てるのは無理だと思いますけど、うん、まあ、SNS のアプリを削除するとか、メールアプリを削除するとか、うん、こうなんかやたらここで具体的な指示を出してくるんですけど、うんうん、画面表示をカラーから白黒にする、グレースケールにする。勇気いるな、それ。はい。で、一応、グレースケールにする。この技術ジャーナリスト、ネリー・ボールズっていう、誰だこれっていう感じの人の発言を引用されてて、うん、グレースケールにすると、以前よりも携帯電話をコントロールできるようになったと感じられると。最初だけじゃない？そうそう。はい。まあ。うちさん今歩き中ですか？本当だ。すごい、今、すみません、外に出てて、カメラオフにした方がいいですかね。いやいや、オンのが楽しいですね、これ。うん。いい。ちょっと、散歩っていうか、ちょっと用事があって、はい、すみません、急いで出てきて。楽しそう。うん。なんか、そういうゲームしてる感じ。ちょっと、自分の顔が見れないし、どうなってるの？いやいや、ちょっと携帯で。うん、なんか楽しいですよ。あ、すみません。私、インカメラになってますか？なってる、なってる。インカメになっていて、なんかビルの谷間を探索しているゲームをしている感じ、そういうゲーム実況を見ている感じ、はい、続けてください、エイプリさん。7番目、ありふれたものに新しさを見出す。そうだね、年を重ねると時間の計画が早くなるので、うん、生活が同じことの繰り返しになり、新鮮さが失われるので、まあ、その中でも新しさを見出す。そうね、新しさを見出すっていう行動自体にまた慣れてくるんだけどね。そうですね。8つ目、人間関係に好奇心を取り入れる。うん、好奇心ってどういうことだろう。目の前の人は誰だろう、どんな人だろうと考えてみる。うん、まあそうですね、人に興味を持つってことです。うん、9つ目、親切の反射神経を身につける。うん、何ですかそれは。親切にすること、例えばどっか被災地に寄付をするとか、友人に連絡するとか、うん、そういうことが起きたら、それはすぐやるべき、まあ、優先度高く。うん、で10個目、最後ですが、何もしない練習をする。全だな。まあ、瞑想ですね、やっぱり、はい、うん、そして呼吸に集中する、うん、そうする、そして自分の時間に集中して、限りある時
間をじっくりと味わおう。なるほどね。どうですか、みどりんさん。何もない。エイプリさんどうですか。ああでも、でもまあ私もやや共感する部分はあり、なんか、うん、まあ自分の話をすると仕事ってやればやるほど降ってくるので、本当になんか生産性上げても上げても、うん、余力がある人に仕事って降ってくるんですよ。確かに。だから私は今意思を持って仕事は終わらせて、例えばなんかサウナ行くとか、はい、なんかこういうことをしたいなという方針になってます。ちょっと実際できてる。なんかそれしたところで、まあ急に評価が下がってなんか給与が減るとかもないと思うんで、はい、なんかこう給与が減らない程度に遊ぶっていうのをすごい意識してますね今。うん、それって日々の意識じゃないですか。もっと長期的な人生の方針とかも この限りある時間の使い方には入ってる気がするんですけど、それはどうですか。でもやっぱりなんか締め切りがなんか締め切りを認識できる人はそれもスキルとか能力だと思うんですね。うん、でなんかこうなんかまあ今日も同僚と話してて思ったんですけど、なんかすごい頑張る同僚たちがいて、うん、なんか2人とも自分が40歳ぐらいとか早く死ぬと思ってるんですよ。はい、だからもう私自分は多分9歳ぐらいまで生きると思ってるんですね。うん、なんでなんかまあだからマイペースなのかなみたいなのもあるし、なんかその妊活とかもタイムリミットあるのは分かってるんですけど、でも多分私すぐ妊娠できる気がしているみたいな。なるほど、ね、なんかまあ、それってさっきの2番じゃない。あ、何ですか。さっきの2番じゃないの、それ5つの質問の2番。無理難題な、なんか、まあいいか、それは置いといて、はいはい、それで無理すぎてる、はい、いつでも、でもなんかそういう、うん、そういう性格なんで、なんかこう、本一冊読んですぐ治るものではないんですよ、はい、うん、そうね、確かに、はい、まあでも確かに人は痛みで学ぶと思うんで、うん、だからまあ自分の人生でその性格のせいで本当はもっといい結果を手に入れられてたのができなかったなって思うこともあるんですけど、うん、でもただなんだかんだいい感じに最低限楽しくなんかうまくいってるなと思って、確かになんか多分それが反省しているかなって思いました。素晴らしい。そうですか。だから性格変えるとかも本当難しいですよね。でも性格変える、でもね、一部の性格は難しいと思うけど、我々多分子供の頃から結構性格変わってると思うんですよね。やらなかったことをやるようになったりとか、なんだろう、まあ、社会人になる前と社会人になった後ではやっぱ性格変わってると思うんですよね。だから習慣によって性格はある程度変わるだろうなとは思いますけどね。その博士がよくおっしゃる因果律もそうですか。因果律も変えられないと思っていたものも変えられるものが結構あるなと。まあよく感じるのが、まあ以前タバコを吸ってた人間が禁煙に成功した瞬間、その喫煙者がすごい意味不明とか、なんかなんでこんなところでタバコ吸うのっていう側に簡単になれるっていうのがちょっとびっくりしていて、だからもう結構なんだろうな、そのいろんなところで結構みんな変わってるな、性格変わってるな。例えば、まあ、結婚したりすると夫婦がの関係が始まったりして、そうするとその配偶者に性格変えられたりしますよね。あとは、そう、職場でもなんか上司と部下の関係で変えらざるを得なくなり、変えたり心地よくなって、その性格が定着したりしますよね。う
だから結構ね、変えられるものもあるなと思うんですよね。僕はあの昔、どうぞ。性格が変わると結果因果率も変わるんですよね、きっと。そうですね、日々の行動が変わるんで。例えば僕は昔すごく女性が好きで、そのなんとか手に入れるために必死で動いてたけど、今はゼロになってるんで、まあ、見た目もなんか全く気を使わなくなったし、全く変わりましたね。だから変わるじゃんっていう。よくあのセックス至上主義の女好きの人って変わらないですかって言うけど、変わる人結構多いなと思いますけどね。なんで変わったんですか。まず僕は、まあこれなんだろう、自覚していることと本当に変わったことは違ったりするけれども、まず最初はなんかある種の技術を使うと女性、一部の女性は落ちるわけですよね。落ちるんですよ。でもそれって技術で落ちてるだけで自分のこと好きになってるわけじゃないってことに気づくし、あともう一つそのなんだろう、毎回だんだん似た感じだろうって、例えば海外旅行とかいっぱい行ってくと旅行に飽きてきたりしません？旅行、まあその緑さんは飽きないかもしれないけど、大体こんな感じだなって大体わかるみたいな。でそうすると、まあ別にわざわざ、また旅行行くためにね、朝早く空港に行ってとか、そういうのめんどくせえなとかなんかなってくると、もうそろそろいいやっていうモードに入るっていうか。なるほど。それはあるかもしれないです。うん。あと、その、僕が思ってるのは、自分がいる業界によって結構性格は変わっていくなと思うんですよね。もともと僕研究者だった時はお金に全く興味がなくて、そんな話してる人一人もいないんですよ。お金の話してる人一人もいなくて、みんな生物の話してるんですよね。でもなんかこの何シャバに出てくるとみんなお金の話する人が結構多くて、それに影響されちゃいますよね。キャラもそれで変わったし、そういう考え方も身についてしまったっていうような、結構変わる、どんどん変わっていく気もします。もちさんどうですか。じゃあ今、そうですね、すいません、私まだちょっと15分20分ぐらいしか聞いてないのであれなんですけど、これって性格を変える方なんですか。これはね、はい、限りある時間の使い方、つまり日々を追われて生きてますよね、はい、みんなと、はい、そういう生き方は限りある時間の使い方として、まあ、良くないんじゃないかと、はい、で新しいその時間の過ごし方を提案して、有意義な人生を過ごしましょうっていう本ですかね。はい、じゃあ、その自分が大事なものに、なんか選択、集中して、楽しい人生を過ごしましょうっていう感じなんですか？そういうわけではない。いろいろあります。すいません、途中から入ってた。で、その中で、うん。今ね、その本の話以外に、いやいいですよ、まあ、エプリさん自身が本ではそういうこと言っているものの、私の性格は変えられないとしたら、まあ、それはそれでいいんじゃないかみたいな、受け入れたら受け入れたで、うん、変えられない、まあ、だからこの本にもあるよね、多分変えられないものを受け入れるっていうようなこともありますよね、多分ね。まあ、それしかないんじゃないかみたいなことを今言ってましたよね。うん。うん。エイプリさんはその締め切りギリギリまで不安にならないし、なんとなくうまくいくっていう思っているっていうのが性格としてあって、うん、まあそれ変えられないんじゃないかと。だとしたらそれで生きるしかないんじゃないっていう話ですよね。うん。確かに。まあ。そうですよね、わかる。エプリルさんの気持ちもすごいわかります。なんか、うん、あ、すいません、キャッチになった。でも、そうですね、それで今のエプリルさんが、まあ、自分の、まあ、望んでる結果が得られてるならそれでいいんじゃないかなと、うん、昨年の忘年会のエプリルさん その私は今年目標を立てませんっていう衝撃の目標があったんですけど、あの時点でそのエプリさんはこの考え方をもうすでに身についてたんだなと思いましたね。確かに、うん、そうですね。
目標立てない生き方は結構楽ですね。楽ですよね。いいと思いますよ。どうせ全員死ぬしね。うん。そうですね。うん。確かに。はい、目標、なんか目標立てて、それに向かっていくと、とても楽しかったりしませんか？そうね。あ、どうですか、ゆっくりさん。過程っていうか。どうなんだろう。なんかその、目標がうまくいったら、多分その過程も楽しくなると思うんですけど、うんうんうん、達成できなかった場合は、どうかなっていう。そうね。そうですよね。無駄に時間ばっかり過ぎて、なんか、過ぎたこともありますね。それともっと他に楽しいことできたのにとか。そうね。その目標が達成できるか分からないのにずっと努力し続けるって辛いですよね。うん。なんかあの、もうさっき私あの前半でダイビングのライセンス取ったって話をしたんですけど、うん、それも時間がない中、あのもう石垣島に旅行に行くっていうのが決まってる中で、うん、もうそこでライセンス取らないともう海で泳げないっていうのが分かってる中でギリギリで撮って、なんかすごい台風とか直撃してたんで、波も揺れてすごい入ったんです、海。たのなんか その映像見たかったな。え、おばですか。まあでも結果的に撮ったから、なんかあそのプロセスも楽しかったし、人に言えるけど、なんかもしそれで撮れてなかったら、本当に最悪の思い出になるなっていうのを。いや、わかんないよ。それはそれで楽しい思い出になるかもよ。そうですよ、そうですかね。そうだから、でも人間の心ってその人間が作ったわけじゃないんで、目標達成したら快感を得るっていうふうに作られてるんで、それにコントロールされてるような気もするけどな。何が幸せかって、まあ、あの自分に軸がない場合は世間一般の幸せを追求すればいいと思うんですけど、うん、自分の価値観でこれが幸せだって断言できる人はすごいなと思って、それって僕から生まれるんですかね、まあ、自分の原体験があるのかもしれないですけど、例えばその結婚して子供を産むっていうのが一般的に幸せと言われている中で、一人で楽しく生きるっていう、それが幸せだと確信できており、あとその後々後悔、その選択を後悔しない人ってどういう人なんですかね。後々その選択を後悔しない人っているかどうか分かんないですけどね。例えばその、まあ僕は毎回のように年に3、4回、いや5、6回出てくる浜崎あゆみっていう人がいるんですけど、まああの人はね、毎年200万枚 CD 売ったりとか、もうめちゃくちゃその ABEX の女神ですよね。なんで、その時は私は私の信じるように生きるとは言ってて、その生き方はもう揺るぎないものだと思ってたんだけど、途中からだんだんそうじゃないんじゃないかっていうか、だんだん CD の世界ではなくなってきて、浜崎あゆみもまあ売れなくなってきたわけですよ。そうなった時に本当にあのその生き方貫けますかっていうのは今僕は分かんないなと、こう、まあ、本人に聞いても答えてくれないと思うけど、そのブランドがあるんでね。だからそのずっとうまくいってる、紆余曲折あって一時期うまくいったとすると、この生き方最高と思って、その生き方にこう何て言うか確信を持って、他人がどう生きていようが揺らぎないように見えるんですけど、その後にまたうまくいかない時期があるとそれもまた揺らぐんですよね。で、僕その幸福の方に書こうと思ってたのは、その3つのことがあの幸せを作っていて、1つはその社会的な常識みたいなのが幸せを作っていて、もう1つはコアと呼ばれるその人の生き方が幸せを作っていて、3つ目がその生物学的な欲求というか、そう眠りたいとか、なんかモテたいとか、そういうやつ、この3つがこう常にこう引っ張り合ってて、引っ張り合ったところの点がその幸せですよ。で、その例えば浜崎あゆみみたいに CD をめちゃくちゃ売れたり、その自分の生き方が、周りから支持されたりすると、そこにコアに寄ってきますよね。で、そのコアがうまくいかなくなると、果たして私これでいいんだろうかとか言いながら、まあ、浜崎あゆみのこと言っちゃうとまた怒られちゃう。まあ、誰もこの動画を見て怒ってきた人はいないんで大丈夫だような気もするけれども、なんかこう、急に結婚したくなり、そのモデルとなんか付き合ったりとか、外国人とかなんか、こう、迷走し始めますよね。それ、あれ、浜崎あゆみって、そんなに結婚して子供を産みたいキャラだっけみたいなことになって、で、最近なんか一人で子供を産んだんですか、二人ぐらい。独身なんだかな多分。そういうなんか、
3つの、引っ張り合うちょうどいいところに落ち着くっていう、でそれはその何て言う曇りのない幸せじゃなくて、葛藤の中で見つけ出した一つの点みたいな気がしていて、みんなそういうところにいるんじゃないのと思っちゃいますね。なんかその幸せ比較するものじゃないと思うんですけど、うん、まあでもそのなんかその選択を選んだパターンと選ばなかったパターンで、なんか同時並行で映画みたいにこうやってもらったら、あのどっちが幸せかって分かるんですけど、なんかそれができないからどっちの方が幸せだったとか言えないですよね。ただね、まあ僕思うのが、いやそれはその通りで、ただその想像はできますね。他の人がそういう道を歩んでたりするんで、あの負の局面も結構あるなっていうのは分かる。完全にその幸福な状態っていうのは一時的にはあるけど、ずっと続くことはなくて、むしろそのソニア・リボミアスキーさんが言ってるように、本人のなんか気の持ちようだけでほとんど幸せが決まってるというか、うん。だって手足とかなくした人は一時的には不幸だけど、その後幸せと回復するって前おっしゃってました、ね。そうそうそう、受け入れたらね。受け入れられないとまた苦しいっていう。だからみんな禅とかに行き着くんですかね、こう瞑想とか。禅に行き着くのはなんでなんだろうな。いや、でもその外国人が禅に行き着くのはなんか魔法があると思ってんじゃない、なんか東洋の禅という考え方があり、どうやらそれが本当の究極の幸福につながるらしいみたいなことをみんな思ってんじゃないですかね。でしかもその禅のお坊さんに聞くと、幸福とは何ですか教えてくださいとか言ったら、その坊さんがまず庭を吐けとか言って、何も教えてくれないっていう、それが答えじゃとか言われて、なんだっけこれなんだろうみたいな。でも実際、その不思議さ。でも実際にはそれが答えで、吐いてる瞬間そのものに集中しろというか、未来のことを憂いたり過去を悩んだりする必要はないと、今吐いてる瞬間その瞬間があなたが生きてる今だよっていうのが答えだったりするんですけど、まあそういうのをこう言ってきたら、こう西洋人にとってはうわすごいと。そういうことじゃないのかな。どうですか、メロンさん。なんかさ、博士に聞きたいと思ったんですけど、なんか博士が前にその YouTube で、なんか自分が結婚しなかったらこうなってたかもなみたいな人を結構見てるみたいな。はい、見てますね。あの人悲しい。それってなんか、なんだろう、どんな気持ちで見てる、どっちだったら幸せじゃなかったなみたいな感じなの。いや、体感したい。だからその、エイプリさんの言うように、自分が選ばなかった人生は歩めないわけじゃないですか。でも歩みたい、歩みたいっていうか、その体験したい。で、それを疑似体験させてくれるのが、なんて50歳、無職友っていう人とか、50歳派遣社員キリちゃんとか、その辺なんですよね。で、なんかちょっとでも疑似体験って、どうぞ。なんですか。いや楽しいね。なんか。安らぐ。なんかちょっとそっちの人生でも楽しかったんじゃないかな。でもそっちの人生だったら、そうじゃない人生はやっぱ羨むと思うけどね。失敗小僧とかね。でなんかちょっと成功した人とかの日常の動画ってやたら説教じみてるんで、まあ、この動画もそうかもしれないけど、やたら説教じみてるんで体感できないんですよね。普通の日常を見たいっていうのはありますけどね。マルさんがなんか、こうなんかこう、なんていうか、海で何かにもたれかかってるかっこいい人みたいになってる、なんかありますか？ないです、ないです、ないです。そうか。じゃあ、そろそろ今日は終わりにしますか？はい。はい。ありがとうございました。じゃあ一回録画止めますか？録音止めますね。はい。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。